こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオでは最低限欲しい絵の具の色についてお話ししたいと思います。例えばこれからアクリル絵の具を揃えたいという方とか、持ち運びに最低限そんなにたくさん何本も絵の具が持っていけない時に何色が欲しいかなって考えた時に、もし私が5本絵の具を選べるとしたらこの5本ですね。白と黒とあとこの3色、これはシアンとマジェンタとイエローなんですけど、イエローはカドミウムイエローライトっていうものを選びます。でもしこの中から4色だけ選ばなきゃないとしたら、何を省くかっていうと黒を省きます。でこの白とこの3色、赤系と青系と黄色系、原色ですね。白っていうのは何を混ぜても白は作れないし、あとこの赤青黄色も作ることができません。なのでこれを選びます。そして原色についてご存知の方も多いと思いますが、ちょっとお話をしたいと思いますね。こちらにちょっと出してみます。じゃーん、すごいアナログなんですけど、原色というのはこの赤と青と黄色になります。原色っていうのは何を混ぜても作れない色で、この色を混ぜることによっていろんなほとんどの色を作ることができます。例えば赤と黄色でオレンジができます。青と赤を混ぜると紫ができます。黄色と青でグリーンができます。またグリーンと黄色とか合わせていくと、このライムグリーンができたり、これとこれの中間でいろんな色がまたできていきます。赤なんですけど、マジェンタを選ぶって言ったんですけど、マジェンタよりもカドミウムレッドミディアムっていうものの方がもうまさに赤っていうのに近い色なんですけど、なんでマジェンタにしたかというと、ピンクを作る時なんですけど、マジェンタと白を混ぜた方がカドミウムレッドと白を混ぜるよりも全然綺麗なピンクになるので、私はこのマジェンタを好んで使います。パレットにマジェンタと白をつけて混ぜていきますと、すごい鮮やかなピンクになりますね。今度はカドミウムレッドミディアムに白を混ぜてピンクを作るんですが、隣のピンクとはちょっとまた異なるピンクになっていきます。でキャンバスに塗っていくと分かりやすいと思うんですが、マジェンタのピンクっていうのはカドミウムレッドミディアムでは作れないのですが、カドミウムレッドミディアムはマジェンタでちょっと作ること、似たような色を作ることができるんですよね。で並べてみるともう一目瞭然、全然違う色ですね。というわけで私はマジェンタを選びます。あと紫を作る時もこのカドミウムレッドと青系の色を混ぜても綺麗な紫ができないので、このマジェンタと青系のものを混ぜた方が綺麗な紫ができるので、私はこのマジェンタを選んでいます。カドミウムレッドミディアムとマジェンタをちょっと垂らしてみます。そしてブルーですね、入れると紫になるんですが、これはマジェンタとシアンでちょっと分かりづらいので白をちょっと入れて混ぜてみると綺麗な紫になります。そしてカドミウムレッドミディアムの方は何これっていう感じの紫というかグレーというか色になりました。でキャンバスに塗ってみるともう一目瞭然、マジェンタで作った紫の方が綺麗というか、カドミウムレッドミディアムでは紫ができないといった感じになりますね。で今度はカドミウムレッドミディアムに近い色をマジェンタとカドミウムイエローライトを使って混ぜて作ってみようと思うんですけど、これがちょっと難しいんですけどね。でちょっとキャンバスに塗ってみて比べてみると、まあ全く同じではないんですが、まあ似たような色を作ることができます。それからカドミウムイエローライト、
を選んだ理由なんですけど、まあ、レモン色とかでもいいんですけど、レモンイエローとかでもいいんですけど、このカドミウムイエローミディアムとかディープとか、あとちょっと濃いザ黄色って感じの黄色ですねもあるんですけど、このライトの黄色を使った方がライムグリーンとか黄緑ですね、作る時に鮮やかな黄緑ができるので、このカドミウムライト、カドミウムイエローライトを私は選択します。カドミウムイエローライトとカドミウムイエローミディアムをつけて、で両方シアンを入れて黄緑を作ってみます。でやっぱりもうこっちの方が鮮やかなものができてきていますね。そしてもう一つのグリーン、ライトグリーンになるとなんかちょっと濁った感じの色になります。まあ、これはこれでこの魅力はあるんでしょうけどね。でちょっとキャンバスに塗ってみると結構色の違いがわかると思うんですが、まあちょっと比べてみると、まあこんな感じで違ってきます。で今度はカドミウムイエローライトとマジェンタとシアンでカドミウムイエローをミディアムの方で作ったグリーンに近い色を作ってみようと思います。結構難しかったんですが、キャンバスにちょっと塗ってみて比べてみると、まあまあ近い色ができたんじゃないかなと思います。でこのシアンなんですけど、ブルーもいろんな色があるんですけど、なんかこの色だと水色、ライトブルーを作った時にすごい綺麗な色、あ、他の色も綺麗なんですけど、ウルトラマリンブルーっぽい色ですねは、このマジェンタを少し足すことによって作れるので、ちょっと作ってみましょう。右がシアン、左がウルトラマリンブルーですね。それでとりあえず水色を作ってみます。それぞれのブルーがそれぞれの綺麗な水色、ライトブルーを作っています。比べてみるとこんな感じですね。今度はシアンで作ったライトブルーにマジェンタを足して、ウルトラマリンで作ったライトブルーに近い色を作ってみようと思います。で、まあマジェンタをちょっと足すんですけど、ちょっとこれ難しいですね。で全く同じ色はなかなかちょっと難しかったんですが、まあだいたい似たような色ができてますね。でキャンバスに塗って並べるとちょっと違うんですが、まあ十分だと思います。でさっきのシアンで作ったライトブルーと並べた時はもう並べるともう全然違うブルーができているといった感じですね。シアン、マジェンタでライトイエローを選んだのはその理由になります。で黒は黒に近い色っていうのが作れちゃうので、黒に近い色っていうのは結構作れるんですけど、白を作るのは無理なので、白はちょっと欠かせないかなって。これで水で薄めたりしながら白いキャンバスで塗っていくんですけど、白を混ぜた方がガツンって強いピンクとか水色とか、あと紫でも薄い紫とかグリーンとかでも、なんか白を入れた方がかっこいいので、私は白があった方がいいなと思うんで、もし最低限揃えるとしたらこの4つですね。で茶色がこの表にないんですけど、茶色も作ることができます。茶色系ばっかりが好きという方、茶色系ばっかりの絵を描きたいという方なんですが、なんかいろんな茶色があるかもしれないんですけど、おすすめの茶色ですね、黄土色系の色と赤茶系の色と焦げ茶系の色、その3色あれば、まあ、混ぜたりしながら面白い茶色の絵が描けると思います。でこの茶色もこの3つで作ることができるんですが、ちょっと面倒くさかったりするんで、もしこの赤だの黄色だの青だのいらない人は茶色で揃えるのも面白いかもしれませんね。で茶色を作ってみるんですけど、左の茶色最初からできたやつと右はこのイエロー、マジェンタ、シアンの3色を使って作ってみるんですけど、かなり面倒くさいです。ちょっと難しいので慣れちゃうと何でもないのかもしれないですけど、
ここまで本当私茶色なんかこの3色で作るの久しぶりで結構時間かかっちゃいました。でもまあちょっと違うんだけど茶色として使える色ができたんじゃないかなと思います。うまくやればもっとちゃんとできるかもしれませんが、全く同じ色っていうのはどうなんでしょうかね。それから黒も作ったのでせっかくなので倍速で見てみましょう。この原色3色ですね入れるとこの本当の黒っていうのと比べてしまうとこんなに差が出ちゃったんですが、まあ単独で見るとまあ十分黒なので、まあ黒の代用で黒を買い揃えないとしたらこれでいいんじゃないかなと思います。でこいつらでも作れない色、原色で作れない色、例えば金と銀とかあとは蛍光色とかですねあるんですけど、まあ、今日のビデオは最低限の色ということでこの5色を選ばせていただきました。まとめで言うと原色なんですけどマジェンタ、シアン、ライトイエロー、本当は白、黒を私だったら選びますという話でした。私の場合は明るい色が好きなので、で明るい色でも暗い色も両方作れるんでこれがいいかなと思ったんですけど、好き嫌いがあるのでまあこれは参考までに聞いておいてください。ちょっと今回アカデミックなビデオを作ってみたんですけど、こういう感じのビデオがまた見たいなという方がいらっしゃいましたら、ちょっとグッドボタンとかを押して、あとはコメントとかいただけると目安になるんでちょっとお知らせいただけるとありがたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お目にかかりましょう。さようなら。